親ロシアからの刺客アレキサンダー・ピスクロフ。極真世界大会ではワールドグランプリ準優勝のグラウベを破り世界3位。その強さは K のリングでも遺憾なく発揮された。史上最強の名にかけて狙うはトーナメント制覇。 K1 初上陸の台湾でアジアの頂点に立つ。対するは3年ぶりに K1 参戦逆輸入ファイターノブ林。単身オランダへ渡り名門ジムの門を叩いた異端児。かつてジャパングランプリ2度の準優勝を果たした男は今宵その実力を発揮できるか。やっぱこうずっと待ってたチャンスなんで K1 のリングに上がるっていうのは。戦慄の後ろ回し蹴りで極真がアジアグランプリをも飲み込むか。アレキサンダー・ピチクロフ VS ノブ林。さあアジアグランプリ本命のピチクロフそしてノブ林という注目の準々決勝は最終ラウンド第3ラウンドに入ってきました。まだね大きな差がないですからノブ選手のチャンスですね。延長は1ラウンド用意されていますがノブ林はですからこういった、まあ、勝負のポイントきっと見逃さないはず。99年に K-1 デビュー。さあここで右が入った。ノブ選手はよく返しましたよ。ただピチクノフのボクシングテクニックは明らかに向上しています。本当伸びますねパンチが、ガードも完璧。そしてこの左のハイキックこれは極真選手ですから自信を持っていますがこの後のパンチが非常に今日はよく効いています。力が抜けてるところがいいですね、前は本当に力入ってたんですけど。そうなんですね、あの極真を背負っているというそんな思いも非常に強かったそうです。この辺りの思いが停止がグラウベの活躍一つこうふっと息を抜いたようなそんな今はピチクノフのこのファイトスタイルにつながっています。そして左のローキックプレッシャーかけていいですね。いやあのそしてノブの表情がですね非常に引き締まっています。何かこうこの場に立つ喜び3年ぶりのトーナメント、そして道場着陸ジャパンの館長という肩書き無様な試合はできません。やはりこの男の背中に100人のその同情性がついていきます。さあこの第3ラウンド最終ラウンドとなります。左右のパンチを見せたノブ林に対してハイキックはピチクノフ、そしてお互い距離を詰める。さあここからどちらが主導権を握れるか。左のローキックはピチクノフ軽くグローブを合わせてここからノブ林は何を狙ってくる。もっとローキック蹴ってもいいと思うんですけどね、もっとローキック蹴った方がいいと思うんですけどね、これノブ林ですね、はい、ノブの方は、はい、ちょっとそのキックは出なくなってきた、そんな感じもあります。やっぱりパンチの打ち合いに関してはやっぱりピチクの方の方ははるかにスピードありますから。そうですね、道場着陸あの名門ジムのそのローキックというのを持っているノブ林、パンチに合わせたローキックですよね、ノブ選手は、その自分の原点を思い出せるかどうかというノブ林です。ここもうまく回ってそして左のジャブそして左のローキックはピチクノフ。いやピチクノフの蹴りはかなり変幻自在という様相を呈してきました。残りは45秒、左のフックかわしていくノブ林。さあここからお互いにまだ大きなポイントの差はありませんが左のフック入ってきましたピチクノフ。ここからが非常に印象を与える意味では大事な時間になります。ここから一つでも効果的なパンチがあればこの瞬間安定ではそちらに転がるかもしれません。このコンビネーションですね、このコンビネーションですね、道場着陸のコンビネーションノブ林出てきました。3年ぶりのトーナメント、さあ左のハイキックピチクノフ極真3人目の枠に向けて、さあ最後ノブ選手頑張ってほしいですね、もう残り時間が少なくなってきました、はい、残り10秒切った。ここからは気持ちと勝負、さあ単調重ねる極真のこのピチクノフ、一方のノブ林道場着陸も黙っていない、お互いに打ち合って最後はやや10秒間ピチクノフが上回った印象ですが、果たしてジャッジは最終ラウンドを終えてこの試合判定にもつれ込んでいます。さあ最後のラウンド、あのピチクノフのクリーンヒットも何発かありましたが、そうですね、ただ大きなダメージをやっぱり頑丈なんですね、ノブ選手が、そうですね、効いているという感じには見受けられませんでした、はい、まあ、根性はすごいありますね。そうですね、
まあ、手数とかね、やっぱりヒットポイントはやっぱり僕ピチクノフだと思うんですが、はい、大きな判定の差が出たかどうかですね。まあ、ここ数年は腰を痛めて競馬の試合自体は1年半ぶり、そしてトーナメントは3年ぶりというノブ林。ただノブ林が30歳になって、あの前よりも落ち着いて戦うことができるようになった、大人になりました、そんなコメントもしていましたが、さあ百戦錬磨のノブ林、そして極真の怪物、果たして軍配はどちらに。ジャッジ友だけスコア32-28、差がついた。レッドアレキサンダーピチクノフ、1人目はピチクノフです。1点差がつきました。スコア32-32、あ、2人目はつきません。さあ3人目にかかってくる。32-32、3人目もドロー。3ラウンド戦って決着つきませんでした。エキストラの1ラウンド、最終1ラウンドに勝負がかかります。極真3人目の夢か、それとも日本の艦長ノブ林同情生の夢か。さあこの3分間に全てがかかります。エクストララウン、高い技術の応酬は3分3ラウンドでは決着つきませんでした。延長の最終の1ラウンドです。もうこうなりますと谷川さん、どちらが印象点を強くするかということになりますけれども ね、 ね、ちょっとねピチクノフはローキックをもらいすぎですね。あ、なるほど、今体を入れ替えたピチクノフですが、ノブ林がですからパンチからコンビネーションでローキックを放っていく、これが一つ効いている。あ、これは効いたかもしれない、ピチコンのバックキック、ちょっと足を引ったノブ林、今うまかったですね、さあただここからロープ際詰めてきたノブ林、この辺りの手数はノブ林が上回っている。一気に攻勢、逆にノブ林を追い詰めていく。そして左のハイキックはアレキサンダーピチクノフ、極真の怪物。極真はこれまで2人が開幕戦のチケット、3人目となるかどうか。左、これ今のねピチクノフに左も当たってるんですけども、ノブが頑丈なんですよね。なるほど、111キロ、まあ、日本人離れした体格、そしてオランダで鍛え上げた精神力、ノブ林が全く後ろに下がることはありません。ピチクノフのローキックはいいですね、はい、ただこれローキックにピチクノフはどうやら打開策を見出したかもしれません。ちょっと変更ですね、あの左のローキックで相手の左の内股あたりを狙っていく、そんなローキックがこの第4ラウンド最終ラウンド見られています。お互いにここはローキックの打ち合いになる。ただローキックの打ち合いならノブ林も負けません。道場着陸、あのピーターアーツ、そしてブランコチカティックを生み出してきた道場着陸出身です。いいローキックですね、やっぱり。これは左ですね、逆でしたね、最初ローキックで痛めつけといて、はい、パンチで攻めればよかったんですけど。なるほど、最初にちょっとパンチの方に意識が行き過ぎた、そうですね、あるいはピチクノフはそのあたりは自分の弱点と思って最初に攻めたのかもしれませんがね。逆に言うとノブ選手の方のローキックがね、ちょっと帳消しにしちゃったんですね。なるほど、さあただ第4ラウンド、さすがにこのあたりはピチクノフの打開策を見出してきました。少しでちょっとノブ林の動きが止まってきた印象もありますが、止まってきましたね。左右のコンビネーションから今度は右フック、今はちょっとダウン近いですよ。ピチクノフがここはノブ林を追い詰める、さあどう応戦するノブ林。ちょっと今掴みにかかったのは聞いたからですね、はい、下がり始めた、あのノブ林が下がり始めている。最終ラウンド、じわりじわり極真の怪物が前に出てきた。ここは膝でなんとか反撃に出ます、ノブ林。仕留めたいですよね、印象としては何としてもこの第4ラウンドもっと差をつけて、そして次の準決勝へと進みたい、そんなピチクノフ。さあ前日のあのブラジリアンキック、グラウベと同じようなキックは出るでしょうか。しかしここはローへローへ、また2つ1つ2つとローを集めていきます。そしてフランドボディ、ちょっと効いている、ちょっとガードも下がってきました、ノブ林。そして左のミドルちょっとですから、はい、作戦変えて、あのピチクノフ最後はバックキック。完全にピチクノフが自分の動きを取り戻して、もう一発打ってもいいと思いますけど、ね、最新ラウンド第4ラウンド、印象はピチクノフ。そしてこの試合は結局判定へともつれ込みます。ピチクノフか、それともノブ林か。いや、ノブ選手は頑張りましたね。ただあの頑張ったノブ林を相手に第4ラウンドは下がらせるシーンが結構目立ちましたね。そうですね、一回ね、あのクリンチのように抱きついたでしょ、あれはもう完全にあの効いてる証拠ですね。なるほど、
ただこの辺りの反撃もありましたノブ林ですが、この左のハイキックで、まあ、不審感と言ってもいいノブ林がぐらついた。さあこの辺りはジャッジがどう見ているか。延長はこのラウンドしかありませんでした。最終の第4ラウンド、運命のこの判定の告げる瞬間を待ちます。 Here are the final results. Judge Mr. Mizaoka Score 10-9 Red Alexander Pichuknov 1人目は10対9でピチクノフ。 Judge Mr. Krozny Score 10-9レッピチクノフ。2人目もピチクノフです。レッピチクノフ。判定は3対0。最終ラウンドでピチクノフがノブ林を押し切りました。準決勝進出アレキサンダーピチクノフ。苦しい準々決勝でした。強い相手でした。しかしさすがピチクノフ、この極真の怪物、トーナメント準決勝へと駒を進めています。